オリジナルステンドうちわを作ろう。まずは袋から取り出す。破らないように慎重にね。中には透明なうちわとカラーセロハン。涼しい。白い紙敷いて油性ペンを準備。早速絵を描いていこう。色が塗れるように黒く塗りつぶさずにこんな感じで枠だけ描いていくイメージ。描きたいキャラクターや柄がある子は A4 サイズの紙の半分に収まるように画像を印刷して下に敷いて描いてみよう。色を塗っていくぜ。負けー。黒で描いた枠を溶かさないように隙間を埋めていくよ。色塗りが苦手な子は内輪をひっくり返してから色を塗ると綺麗に塗れます。こんな感じ。早速太陽にかざそうと思ったら曇ってるやないか。クレヨンパン太陽召喚。いい感じに綺麗に透かせてる。大成功。暑い時にも大活躍。オリジナルステンドうちわ、みんなも作ってみない？